そう、母ちゃんがね、入院しちゃったんだよ。母ちゃんが。で、ちょっとなんか大病を患っちまって。そんで、まあ、軽く聞いてよ。そんでね、ちょっと入院が長引きそうだから、旅行行けないわって話したんだよ、みんなに。でも、まっちゃんとか、わかった、じゃあ、おめえ、大事にしてやるよってなったんだけど、よっちゃんに話したんだよ、そんな話を。よっちゃんに話したわけよ。そしたら、あいつがさ、すげえ心配しちゃって、おぉ、マジかよ、つって、電話で話したわけよ。よっちゃん、悪い、ちょっと、これこれこういう病気になってたから、ちょっと俺行けねえわ、つったんだよ。そしたらさ、その電話切った後に、LINE 来て、純一よ、縁起でもねえけどよ、やばくなったらお見舞い行くからな。三人でコントして笑かすからよ。これからみんな親も死ぬから俺らの絆深くしていこうぜって LINE 来て。こいつなんか俺、勝手に俺の親がもう殺す気でいるんだけど、すでに。で、この、今回の病気で一番悲しんでるのがよっちゃんっていうね。死んでもねえのにマジで泣きそうだって LINE が止まらないんだけど。すごく迷惑してます、今。加藤家は。天狗ちゃんもさ、純のために一発ギャグを考えるよ。お母さんにも見せてあげてくれよな、とか言ってて。なんか俺の母親も勝手に死ぬことになってんだけど。みんなの中で。俺より先に心の準備がみんな終わってんだけど。三人で考案すべ、笑いは人を元気にする、かっこ持論だ、とか言っててさ。なんか俺の母親がもうすぐ死ぬ前提で話が進んでるらしい。俺今それに出せるレスポンスが返せないでいくわ。もう、余命1ヶ月ぐらいのノリになっててさ。余命1ヶ月ぐらいのノリになってて。ウケたけど。既読する。既読スルーしてるわ、今。既読スルー。もう本当に熱苦しいわ、よっちゃんの俺だからさ、最初にさ、まっちゃんに電話して、おい、まっちゃん、俺さ、旅行行けねえんだけどさ、俺よっちゃんに言いたくねえよ、あいつ絶対熱苦しいこと言ってくんだろ、つって。相談したんだけど、いや、別に俺から言ってもいいけどよ、なんか一応おめえから言った方がいいんじゃねえの、つって。別に嘘ついて、なあ、なんか仕事入っちまったつって休んでもいいけど、別になんかそれは言ってやった方がいいんじゃねえのつうからさ、言ったらさ、ものすげえ勢いで心配、あいつが一番心配して、おい、俺もうじゃあさ、仕事休んで明日行くよとか言って。いや、ちょっと今は、ちょっとごたごたしてるから、ちょっと落ち着いたらにしてくれつって。俺たちよ、家族みてえなもんなんだからよって言い始めて。俺全然そんなこと思ってないのに。一番遠ざけたい存在なのに。マジで落ち込んじまってて。おめえよ、キャンセル料いらねえよ。おめえも金が心配だっぺとか言ってさ、まだ別にさ、その、入院費とかも払ってもいねえのに、おめえの金が心配だよっつって、たかだか1万円ぐらいのキャンセル料ぐらいなんだけど、いいよ、俺と、天狗ちゃんと、まっちゃんで建て替えとくからよっつって。バカだけど情に熱いだろ。バカだけど情に熱いんだよ。ほんとよっちゃんが鬱陶しいよ。今俺の一番の悩みだわ。母の病気よりその、よっちゃんの対処がマジでめんどくさくてさ、あいつマジでこいつ来る気だと思って。今一番気をもんでます。俺たちは家族だからよとか言い始めてさ、家族じゃねえよと思って。他人も他人じゃねえかよって今思ってます。他人も他人。今着信拒否してるわ。あいつ今ちょうど今 LINE ブロックしてよく分かったね。俺もあいつ LINE ブロックしてるからさ、しらじらしい感じで電話してくるから、うん、大丈夫よおめえはっつって言ってるわ。めんどくせえだろ。ただでさえなんかさ、そのいろんな世話しねえといけねえのめんどくせえで、なんで俺そんなで悩まなきゃいけねえんだよと思って今スルーしてます。やだろ、だって母親がさ、お母さん、うちの俺の友達がさ、お母さんのためにさ、一発ギャグ用意していたからさ、ちょっと見てくんねえって言って、具合悪い母親、もっと具合悪くなんだろう、あいつの三味ギャグをさ。やだよ。絶対やだわ。もうスルーしてます。
なんか抹茶に謝られたわ。おいジュン、おめえさ、お互いの親が死んだ時はさ、ネタにしようって言ってたじゃんって。おめえの母ちゃんがそうなって俺はネタにできねえよって言われたよ。俺言っとた。おでもよ、俺おめえの親父が死んだらよ、おめえの親父旅団のみ、陰獣のミミズに出っからよ、おめえの組織で言うかになっちゃうんだ。おめえの親父の組織で俺のビッグマンインパクトでなーつって。原型とどめてねえなーって言ってた。そしたら前ばかくして苦笑いしたふふふふつって。まあよ、冗談はさておきよ、おめえも体に気をつけろよって言ってた。そこだけは譲れない、俺は。